学科エビ塚と申します。よろしくお願いします。とても熱心に、自分の目標を定めてそれに向かって努力をしているという方が多いです。授業の時間外も、図書館等で勉強したり、あるいは、友達と一緒に課題に取り組んでみたりとか、仲良く周りの人と、まあ、社会に対して関わりを持っていこうという志のある方が多いように思います。管理栄養士専攻と栄養学専攻と栄養科、それの特徴がそれぞれありますので、そこのところをよく見ていただいて、自分に合っているな、自分が目標としたいなというものを見つけていただけたらいいかなと思います。ようこそ東京家政大学栄養学科栄養科へ。東京家政大学は創立139年目を迎え、卒業生は11万人以上になります。専門知識や人間力を深め、時代や社会のニーズを想像しながら食と健康のスペシャリストを養成していくことを目指しています。学びの特色、栄養学専攻では食育での活躍に期待の高まる栄養の専門家として、家庭科教諭、保育園、学校、企業の栄養士、フードスペシャリストなど、食と栄養に関する分野で幅広い知識と実践力を持って活躍できるスペシャリストを養成します。管理栄養士専攻では国家資格である管理栄養士資格の取得を視野に、人体の仕組みや臨床栄養学など医学的な分野を学び、医療現場からスポーツ関係など幅広い分野で人の健康維持に貢献するスペシャリストを養成します。短期大学部栄養科では2年間で食と健康に関する専門知識と技術を身につけ、即戦力となる栄養のスペシャリストを養成します。大学では共通教育科目24単位以上、専門科目88単位以上、合わせて124単位以上を習得し、合格と認められた者には卒業証書と所定の学位が授与されます。栄養学専攻では社会生活と健康、人体の構造と機能、食品と衛生、栄養と健康、栄養の指導、給食の運営、各分野について幅広く習得し、実験や実習を通して実践力をつけます。また実務1年以上を得て管理栄養士国家試験を受験することができます。管理栄養士専攻では社会環境と健康、人体の構造と機能及び疾病の成り立ち、食べ物と健康、基礎栄養学、応用栄養学、栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食経営管理論、医療保健福祉などに関する科目を学び、医療や福祉、行政分野などで活躍する管理栄養士を目指します。4年次の3月には管理栄養士国家試験を受験します。短期大学部では共通科目10単位以上、専門科目48単位以上、合わせて62単位以上を習得し、合格と認められた者には卒業証書と所定の学位が授与されます。栄養科では社会と健康、人体の構造と機能、食品と衛生、栄養と健康、栄養の指導、給食の運営、各分野について豊富な実験実習で理論と実践をバランスよく学びます。また実務3年以上を得て管理栄養士国家試験を受験することができます。資格取得のための学外実習についてです。栄養士になるための栄養士実習、管理栄養士になるための公衆栄養学実習や臨床栄養学実習、中学校や高等学校教諭になるための教育実習、
栄養教諭になるための栄養教諭教育実習などがあります。臨床栄養学実習では大量調理の一連の流れ、厨房での衛生管理の徹底、そして患者さんに対する栄養管理の様子などについて多くのことを学ぶ機会となっています。家政大学の時間割についてです。例えば一限は朝9時から始まります。講義は100分なので10時40分に終了になります。実験や実習の場合には100分授業が2コマ続くので9時に始まり、途中休憩を挟みながら12時35分までとなります。一般的には4限目の17時までのことが多いのですが、多くの資格取得を目指す場合には5限目まで授業が入ることもあります。空き時間は図書館、学生ホール、コンピューター実習室、ルーチェなどのキャンパス内にある自分のお気に入りの場所で過ごす学生が多いです。取得できる資格についてです。栄養士は全員取得を目指します。管理栄養士国家試験受験資格は管理栄養士専攻では4年次、栄養学専攻では実務経験1年以上、栄養科では実務経験3年以上で得ることができます。中学・高等学校の教諭資格を目指す場合、栄養学専攻と栄養科では家庭科、管理栄養士専攻では理科となります。栄養教諭資格を目指す場合は管理栄養士専攻では栄養教諭1種、栄養科では栄養教諭2種になります。それ以外にも食品衛生管理者任用資格、食品衛生監視員任用資格、フードスペシャリスト受験資格、大量調理施設ハサップ管理者、図書館司書などの多くの資格を目指すことができます。管理栄養士応用演習という科目や国家試験対策室では管理栄養士国家試験の合格をさまざまな形でバックアップしております。また希望者は栄養学専攻4年次以降、短大栄養科では卒業時以降に管理栄養士国家試験対策室より受験へ向けてのサポートを受けることができます。国家試験の過去3年間の平均合格率はおよそ 98% 以上となっております。栄養士は学校、病院、給食センター、社会福祉施設、食品会社などで栄養バランスの取れたメニューの作成や食育、調理担当者への調理方法の指導、利用者に食生活改善のための栄養指導などを行います。食の多様化に伴い食品会社の新商品開発や生活改善指導など活躍の場が広がっています。管理栄養士は病気を患っている方やその恐れがある方、高齢で食事の取りにくい方や妊婦さんなどへ、一人一人の栄養状況に合わせて栄養指導や栄養療法などを行います。最近では生活習慣病の予防や悪化を防ぐための食事提案や栄養指導、スポーツ界のアスリートのための食事管理などニーズも増えています。栄養教諭は食に関する指導、教育と学校給食の管理を行います。社会環境が変化し、子どもの食生活の乱れが指摘される中で、子どもが将来にわたって健康に生活していけるよう、学校教育の中で食育など食に関する指導の大切な役割を担います。食品衛生監視員は食品衛生法の規定に基づき、食品による衛生上の危害を防止するために営業施設の立ち入り検査や食品に関する指導を行います。空港の検疫所で安全監視や地方公務員として
保健所での公衆衛生業務などに携わることができます。フードスペシャリストは、食の本質は美味しさ、楽しさ、おもてなしにあるとし、食に関する幅広い知識と技術を身につけ、豊かで安全かつバランスの取れた食を消費者に提供できる食の専門家です。食品産業をはじめ食関係の分野での活躍が期待されます。ハサップは、食品衛生法の改正によって全ての食品営業施設への導入が義務付けられました。東京家政大学認定資格である大量調理施設ハサップ管理者として、ハサップシステムを理解し構築することができる栄養士になります。さまざまな資格を取得して、どのような仕事に就くのでしょうか。病院、老人施設、薬局、保育園、幼稚園、小学校、中学校、保育所や保健センター、一般企業などで栄養士、管理栄養士として人々の健康を守る仕事をする。栄養教諭、家庭科、理科の教諭、栄養士養成校などで人に教える仕事をする。食品会社の研究職、商品開発、品質管理、食品分析などの食と健康に関わる仕事をする。その他にも多岐にわたっています。詳細については次に紹介します。栄養学専攻では、栄養士 22%、 食品会社などでの営業や事務 45%、 商品、品質検査、商品開発 10% 程度です。栄養士の資格を生かしたり、幅広い分野で学んだ専門性を発展させることができる就職先が多いです。管理栄養士専攻では、管理栄養士 42%、 栄養士 11%、食品会社の営業や事務 30% 程度となっています。病院、薬局、社会福祉の現場で働く管理栄養士、栄養士が多いです。また地方公務員の管理栄養士、栄養士、事務、食品衛生監視員として就職する人もいます。短大栄養科では、栄養士 38%、進学 21%、 食品会社などの事務受付 15% でした。就職決定率が2019年度では 100% となっています。栄養科で栄養士の資格を取得した後、さらに2年間の学びを継続したい方には、併設短大推薦入学の制度があり、管理栄養士専攻7名、栄養学専攻4名の枠があります。そのため進学が 21% と高い割合になっております。海外研修プログラムとして、語学研修やオーストラリアウェスタンシドニー大学栄養語学研修などがあります。サークル活動、奨学金などの詳細な情報については、東京家政2021の冊子をご覧ください。緑あふれる広々とした落ち着いた雰囲気のキャンパスで、これからの時代のニーズに応えられる食と健康の専門家の養成を目指しています。お会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございました。